皆さんはじめまして、芥川博士役をやらせていただきます栗田学と申します。舞台ハンドシェイカー1月24日から28日まで渋劇で行われます。アニメのハンドシェイカーもですね、素晴らしい世界観で表現されてますが、今回舞台ハンドシェイカーもですね、アニメの再現のそのままに素晴らしい世界観でお送りすることとなります。ぜひ一度だけでも大丈夫です、一度だけでも大丈夫なんですが、ぜひ全通していただきたい。もう全部楽しめるように僕たち頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんをジグラートにお連れしたいと思います。楽しみにしていてください。芥川博士ですね、まあ原作では11話にちょっと出てくるんですが、今回舞台では私頑張って見切れていきたいと思います。もう端っこの方でちょっと見切れたいと思ってます。どこで出てくるか、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思いますので、ぜひ皆さん劇場でお待ちしてます。では